やめるんだ、シンジ君。アップデート 2.0 で関心 100% で超関心もレベル3。攻撃レベル7。ご石油が良ければ達人ゲームを積むことだってできる優秀な装備が組めるようになったじゃないか。関係ないよ。そうよ、シンジ君。これでチャージアクスだって他の武器と対等に渡り合えるわ。関係ないって言ってるでしょ。僕みたいな中の下のチャージアクス使いは弱点を狙い続けるなんて無理なんだよ。第一王の強化を使いこなすのが無理なんだ。剣モードにしてもダメ、被弾後に駆けるむしで受け身をしてもダメ、回復をしてもダメ。それであの機動力なんだよ。斧強化で立ち回るのは神々の思考の遊びなんだよ。なら超高出力型の火力を持った装備にしましょうよ。そうさ、同期チャークだってやばすぎるぐらい火力は出るじゃないか。みんなチャージアックスを使ったことがないからそんなことが言えるんだ。超高出力型だって火力を出すのは難しいんだ。ドンキチャークはただ超高を打つだけじゃ十分な火力は出ない。 GP で攻めの姿勢を発動させなきゃいけないんだよ。言うのは簡単さ、でもこれ本当に難しいんだよ。当たるか当たらないかわからないピンダメージのために砲術で火力を盛る、できるかできないかわからない GP のために姿勢を積む、高速変形を積んだって超高とコースのダメージは上がらない。超高の後にモンスターの攻撃を食らうまでがワンセットなんだよ。毎回撃つときひるめひるめひるめってお祈りしてる僕の気持ちがわかるわけない。シンジのボックスのチャージアクスを全て売り払え。そうすれば諦めもつくだろう。やめろ、僕はそれでもチャージ